あ、奈良県に入ったみたいです。今見えたかな、ね、奈良県の標識がありました。ちっちゃい、めっちゃちっちゃかった、見落とすところやった。カーブなんだ、スピードを落とす。おお、まぶしい。その前にこれ明るいくらいで目がやられる。日差しがすごい今強くなってますから。あ、というか奈良に入ったらめっちゃ日差し強。うわうわうわ、まぶしい。おお、でこっから急カーブなんですね。ちょっとおお、すごいすごいすごい。これバイク走りに行くと4人はいけそう、ガタ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 ぐらいですけど、バイク倒せないでしょ。あ、でも景色すごい。お、めっちゃ景色いい。すげえ。今景色良かったですね。あ、よしですね。あ、いい感じで山越えれましたね。この道を覚えとこう。これでもう今合成しね、関谷。いい具合で越えてますよ。まだまだあったよ。ゆっくりね。下ってって、そうすると橿原神宮とか結構近くに行くのかな。御所市だもん。あっちまで出る前にまずあれか、御所線のあたりね、御所駅。それこそ葛城山を越えたね、先のところですからね。あ、そうだそうだ。五条勝手だけとか出てきてますね。で、このままずっと行くと飛鳥大湯とね。ああ、いい感じだ。いや、途中で24号線の方に合流できる道あるかもしれんやんな。もう逆に早めに入荷にしたいのもありますね。これで、ね、ながらローソン、ながらのローソン、なんですね。よし、大淀まで14キロ。ああ、いい距離じゃ。この辺りは、カンコレの名前ゆかりのところも多いですからね。うん、大淀、葛城、金剛ですね。いいですね。まあ、そもそもだって、ここら辺自体が山とですからね。なんか、ちょうど山のところで雲がぶつかって、こっちに流れてきてないでしょうね。だから雲が少ないのかな。あ、ちょっとこれで24号だ。どうじゃろ、もう24号でそのまま名阪国道25号にぶつかっちゃうか。大和高田に出れますか。あ、っていうか、そっか、出れるな。で、24号で行っちゃおうか。これが24号なんだ。セルフ、あ、奥の方にはいっぱい店ありますね。
室です。御船室、御船室っていうか、これあれか、このままずっと行ったら、以前前にうちのところで、あそこら辺でもちょっとだいぶカットした気がするけど、五瀬の山本高田の、満喫に泊まってね、その後新庄駅からね、新庄駅までですから、山本高田から新生でしたっけね、までね行ったようなっていうのが、新庄だ、新庄駅ね、行ったなんてのもありましたけど、あん時に通った道あたりに出るのかな。へえ、ケーズ電機とナフコなんだ。でかいな。これで、さらぎよ、さらぎ読めねえ。漢字自体もまあ、アブっていう字かな、あれ。アブの字ですよね。あんな字あんだ。で、五瀬の市役所はこっちの方なんですね。で、大和高田があって。これで五瀬橋、三室、セルフィックス、期間名前でも147円安いですね。ねえ、いっぱいありますね。参考もみじ、青少高校、おお。はい、葛崎山登山口、あ。ってことはこれでだいぶ五瀬駅の近くじゃない？なんか見覚えあるよ、この南都銀行の感じと。これ多分あれですよね、この辺りで私撮りましたよね。で、なんかあれがあるって言って、うん、あ、本当はそこ駅だ、五瀬線の駅ですよ、五瀬駅です。あれ、こんなところこんな食パンの店ありましたっけ。へー、トクトクとかもありますね。へー、柿の葉寿司、まあこっちはね、やっぱ柿の葉寿司ですもんね。なんでそんなに現地ありが、うん、大学かなんかあるの、この辺り。小町、弥生県でもいいけどな。ワイショでね。あ、テンスタ出てきたな。テンスタでもいいな。テンスタもいいな。空いてたらテンスタ行こうかな。でも、まだそんなになんか空腹感ないんですよね。暑さでやられてるだけかな。死ぬよ。あ、で、葛崎市に入るんだ、これで。これまた五瀬線、あー、準備中だ、どうせ。葛崎、ギリッギリ五瀬のとこに作ったんですね。ね、ここはほい、葛崎線。死ぬやね。でもいいだろうな。さあ、どうしたら。これはオシミ、あ、オシミってなんかありましたよね。駅名かなんかであったな。あ、そうですね、オシミ駅ね、ここは駅のロータリーになってんだ。へえ、細長いロータリーですね。あ、で、ラブーもあった。かなり競争激しいですね。
大抵の向かいで、そうですね。オープニングスタッフ補給？ちょっと新しいのかな？よし、じゃあちょっと長いこと行きましょう。よいしょ。